はいどうもショータイムゴルフです。じゃあこれ左の林からドローで、あ、じゃあ俺ドラを打てねえわ。絶対無理、フェード切ったでしょ。うん、俺もヘイロしか打てない。いや、うまっ。うまいわ。完璧。このバンカーが260なんで届いちゃう。ちょっと今日うめえわ。そこはどっち方面？僕はバンカー方面。バンカーの左端、はい、バンカーまで何ヤードだ？260ぐらいです。260。なんでドライバーで打つと、まあ、突き抜けるっていうね。90ヤードだからスプーンで。オッケー、ナイス。ゼロラン。いや、ベントはね、ラン出ないよね、あんま。ん、2番。刻んね。いや、俺スリーウッド打てない。打てないの。いや、シャフトが合ってない。ナイスショー。当たった？いや、当たってない。あった、こっちだ。超いいじゃん。もう腕の太さがもう違いすぎるからゴリラ週何回やってたんだっけ筋トレ、うん、8回ですか、うん、6回、6回ぐらい。あ、でもだからアメリカ行くときはチームの筋トレがあるじゃん、うん、だから週3でそれがあるから、それ入れたら9回、うん、9回。いやでもそれは1日2回のがあるってことね。あるあるある。でもだからチームの筋トレは適当にやってます。プロテインは何回飲む？プロテインは何回飲む？21回じゃないですか。プロテイン1回とかじゃないですか。1日。うん、そうなの。1回とか。いや、もう食事からとってもほとんど。じゃあ週21回。食事が基本ですよ。日本は高いんですよ、すべて。ゴルフも高いし、プロテインも高いし、ジムも高いし。だってジム向こうで行ってるの1ヶ月2000円なんですよ、僕が行ってるとこ。日本で行ってるの1万円ぐらいしますからね。え、学校ゴールド。学校でやんないんですか？学校でやんない。学校のジムはちょっと足りないしょぼいかな。アスリートのジムで、ね、いいっすよね。めちゃくちゃよかった。てか GMU のいいっすよね。僕だって見に行きましたもん。 GMU 超かっこいい。超かっこいい。まあだからこういうマッチョが生まれるんでしょ。これはなんか言われたくねえ。3番ね、ネグニル3番。いや、うまいな。ナイスオン。210ヤード、4番。あそこの木が被るんで、うん、木の右側からドローで打てればいいな。ちょっとでかいかもしれないけど、前足上がりで、うん、前足上がりなんで簡単だと思うんですけどね。ドローなんで。いや、俺ドローが打てないんで、どうしようかな。あ、曲がってこない。飛びすぎた。翔太さん、飛びすぎで林の中っすね。出すだけ、出すだけ。まだ、さすがに無理だね、俺でも。ローフェードいかないんすか？うん、タイガーフェード、タイガーフェード。無理だね。ショータイムじゃないんすか？賢い。おー、ナイス。OK っす。60。
いい感じです。高弘くんの3打目、まあ難しくはないんで、ぜひバーディーを取っていただきたいところです。だいぶ打ち切ったね。ソちゃんのイーグルパット、潜りのフックだね。いやー切れなかったな、ちょっとオーバーした。オッケー、翔太さんのバーディパットですよね。はい、バーディパット、最初のバーディ。いや惜しい。そっち切れんの、山こっちなんで。スライスかと思った。須藤くんのパパット。やべ。あ、パパットじゃねえよ。バーディパット。ナイス。うまいな。2個今。2個。格が違え。アマチュアっすよ、ここまだ。いや、俺もアマチュアに気が入ってるのに。ナイス。どうも。はい。はい。360です。360。340で。あそこ。うん。じゃあ、ショータイムはドライバー。うん、さすがですね。ワンオンでしょ。さっきから狭いホールで全部ドライバーで振ってました。いや、うまいな。なんでそんなまっすぐ行くの。どこ行きました？バンカーぐらい。バンカーぐらい。音か。音がマッチョ。ドライバーの音が。超先っぽ。いや、ドライバーだったらもう狙っていかなきゃ。バンカー入ったんだ。ドライバーってフェアウェイだったらあそこの狭いとこしかない。そっか。じゃあアイアンドとかな。絶対ドライバーいらないって。うん、全然いらない。だって。落ちちゃうんじゃない？落ちちゃう。落ちた。落ちた。落ちると難しい。いや、まあ。いや、硬いね。二人みたいにうまくない。乗せてほしいところだけどね。え？ドライバー？うん。枠内の収まれば。はい、じゃあドライバーで打ち込む。はいはい。先輩に言われたらしょうがないね。いや、さすが。打ちますよ。もんぶり。左のバンカーからフェードで。はい、左のバンカーからフェード。超左からフェード。バンカーか。でもここら辺当たりが多い。オッケーオッケーオッケー。でもフェアウェイかも。うん、ソちゃんがこの辺、赤色がこれで、バンカーに俺が。ぐらいあったんだけど、長色のバーディーパット、6、7メートルの下り。
ナイス。クラブ219ヤード。なんもないっすか。なんもない。右は超綺麗だね。あ、かぶっちゃう。ナイス。お、なんか。大丈夫？これめっちゃカート跳ねるんだけど、状態が。コロコロするしね。そうそうそう、カートコロコロ2回やったから。ナイス。ちょっと上がっちゃったけど。けた。ナイスです。どうも。ね、いつもなんかいいとこ出てるよね。いや、めっちゃいいとこ出てる。ハワイとかね。あ、そう。ラスベガスとか行ってない？ラスベガスは行ってないです。行ってない。カリフォルニアとかよく行ってない。ね、ハワイとかめっちゃいいよね。行ったことないもんね。あ、なんでしょう。オアフ。ああ、それをタダで行けるのが羨ましい、本当に。そう、全部旅費タダだからね、アメリカ。何すんのもタダだよ。どこもあんの、コース。あ、めちゃくちゃ綺麗、あそこ。オアカレー。ああ、はい、134ピッチング。はい、何番ですか。50で上げてるんで。引く。うん、須藤君と同じとこ。ちょっとグリーンをどうか。105ヤード。105。何度。56で。はい、156度。乗ったんじゃない。うん、転がします。ナイス。ナイスバーディー。イーブン。イーブン。うまい。いや、うまいね、今の。ありがとうございます。完璧だ。自分でも思った。うまかった。うん、こんなラッキーがあるなんて。翔太さんの下り、最後、半分ぐらいかかってます。スライス。いやー、ちょっと強い。あー、強い強い強い。やばいやばいやばい。ちょっと基礎くんも下りのスライス。うまい。うまい、これは。いやー、OK。ナイス。最後そんな切れなかった。翔太さんのパーパット上り、フック。フックしたよね。フックしました。すげえスライスに感じる。きますよ。うん。フックはしなかった。しなかったね。まっすぐでした。俺がワンダー、翔さんツーアンダー、赤色がなんとイーブン、なんとイーブン。調子いいね。マッチョ。マッチョ調子いいね。あ、この動画がいいと思ったらいいね。あとコメントよろしくお願いします。あと登録もお願いします。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。うわ、すっげえ深かった。